おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日の朝食は母ちゃん手作り、昨日のね母ちゃんが作ってくれたスパッサラ山盛り、いただきます。本日の味噌汁は赤味噌。赤味噌だよね。最近大根が入らないね。あ、くれるが本日のメインの朝の食材はゴルフの帰りに買ってきたハム。切らずにそのまんま厚切りです。うまそう。よそ様はこれを四つ切りにするらしいけど、我が家はそのまま。はい、朝のデザート、久しぶりに雪印のブルーベリーレアチーズケーキ、いただきます。いい色、めっちゃなんか着色料のイメージと合わないね。うん、はい、今日はねちょっと何日か過ぎてしまいましたが、お袋がね9月に誕生日でしたので、ランチに誘って、先日のねミシュランプレートのお店山善さんに、やってきて、お袋にね今からねランチをご馳走したいと思います。それでは行ってきます。生湯葉青のりのソース。おお、松茸と冬瓜とレンコン餅、本マグロの中落ちとスイカと甘エビ、豆だの焼き物、はい、カブの蒸し物、カニのあんかけ、めっちゃいい香りするの、ね、栗ご飯、はい、本日のデザート、今日は和だね。はい、どうも。山善さん美味しかったけど雨が結構降ってる。まあ喜んでくれてよかった。それでは帰ります。